慢性的に渋滞が起きる国道16号線の都内唯一の2車線区間が渋滞緩和のため今日4車線化され午後1時過ぎに開通しました。首都圏を環状に結ぶ国道16号線は昭島市の小仁交差点から福生市の武蔵野橋北交差点までの 1.7 キロメートルが都内で唯一の2車線区間で慢性的な渋滞が発生していました。混むときはすごいよ、全然動かない。夕方5時とか6時はやっぱすごい混みますけど、瑞穂からこっち来るときはもうやっぱ45分ぐらいかかっちゃうんじゃないですかね。交通量が多いから必要なんじゃないかなと思います。今通行止めが解除され4車線になった道を国土交通省の車が先導して走ってきます。渋滞緩和のため4車線となった区間は午後1時過ぎに開通。これまでは設置されていなかった歩道も新たに整備されました。暫定的に今回4車線で共用を開始するというものです。将来的には6車線の道路として整備していくと思っております。国交省は今後4車線化の効果を見ながら6車線化に向けて整備を進めたいとしています。